はい、一つ木まさしみです。えー、小池恵理子さんに文春と新聞赤旗どちらもスクープが炸裂と、えー、いうことがありました。えー、まず文春これはなていうかですね。はこの文芸春秋月刊の方の、えー、タイトルになるんですけども、非常になんてうか本まかいなっていうタイトルがついていますよね。えー、悪びれることなく、うんなんだって。 ホテルから銀の食器を何度も小池百合子知事知られざるカイロ時代の素顔というふうに書いててですねこれ何かというと、まあ、要するに食器盗,盗んだのっていうなんかなんじゃこりゃというふうにえー 書いてありますで、えー、これがまず、まあとで紹介したいことなんですけどもう一つはですね新聞赤旗の方が、えー、これ新聞赤旗の X のアカウントなんですけども小池百合子都知事側にパーティー券購入者虚偽記入疑惑が編集部の調べで 浮上15年と16年パーティー収入を2万円で割った数字販売枚数と同じ数字を対価の支払い者と記載していました同一の政治団体が複数枚購入してより一致することはありえませんこれですねあのちょっとややこしいんですけどパーティー券の,あの購入者を虚偽記入をしているとですね政治資金規正法違反になる可能性が、まあ、あるんですよね。で、えー、いや小池絵里子さんはですね政治とね 金の問題、まあ、要するにパーティー券と裏金こちらに関しては私関係ないから関係ないからっていう感じでやってきましたけどなんと同じことやってたのーっていうことがありでさらにあの、電通からもねっ 2年間で48億5000万円もの税金を使い込む、えー、プロジェクションマッピング受注したのは五輪談合事件で指名停止中の電通関連会社、電通ライブその電通と関連会社から小池恵里子さんは20年間で少なくとも220万円の献金を受けていたということがあってこれは金額自体は一見すると少ないわけですよだけど当然、電通側と仲良くやっているということはです、ねまあ、メディアの、ねえー、コントロールの部分とか含めていろいろ ね、あったんじゃないかっていうところもあってですねいやー赤旗と文春頑張りましたねということで本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますでおそらくですねこの新聞赤旗のパーティー券の虚偽、えー、記載というのはですね6月30日の、あのー、新聞赤旗の日曜版を、まあ、ちょこっとだけ紹介してると。 いうものなんですよねで、これなんで今のタイミングなのかというと前回 JC、えー、東京青年会議所とですねリハックという YouTube チャンネルが、えー、小池さん蓮舫さん石丸さん玉神さんこの4人で公開討論をした時にですね蓮舫さんが「パーケンについていやまさかパーケン買ってもらったいわですよね大丈夫ですか?」っていうふうにこう言った時に。 ほにゃらら、ほにゃらら、ほにゃららでございますっていうふうにこう言って、石丸さんが、いや、今のあの、蓮舫さんの質問は、イエスかノーで答えられると、視聴者全員が思ったと思うので、イエスかノーでお答えください。っていうふうにこう追求したんですよ。で、そしたらですね、小池さんは観念せず、ほにゃらら、ほにゃらら、ほにゃらでございますってなって、司会進行の人も、しー それはイエスということなんですかっていうふうに聞いたら「ほにゃらほにゃらほにゃら」ゃらでございますっていうふうに答えたあれなんですよでせっかくなんでちょっとこの話題からいきたいなと思うんですけど前ちょっとねそこの,あの質問部分を切り取って編集している動画がありますのでそれをちょっと見てほしいなというふうに思いますそれではスタートまさかその外苑の再開発の事業者から都知事は パーティーのチケットのの購入とかされ受けてませんよねえパーーティーのお、えー、この開催につきましては、あそれぞれ法,法律にのっとった形で公表をさせていただいているところでございます、えー、そのような形で、えー、公開もさせていただいているところでございますはいじゃあ、石丸さん、お願いしますいや、今の蓮舫さんの質問は、イエスかノーかで答えられるので、イエスかノーかで答えていただきたいと、おそらく視聴者全員思ったと思います。もう一度お願いいしますはい、あのおー 私はこれまで、えー、政治のパーティーという形で開かせていただいております。その中にはさまざまな方々からご意見を伺うと同時に、えー、このご協力もいただいている。そしてそれは法的に乗っ取って進めているということでございます。ちょっとあのどっちかというとちょっと僕もちょっとよく分かんなそう。それはイエスってことですか？さまざまな方にご協力いただいております。 これですよこれでこれ見た時に私も本間さんも安富さんも佐藤さんも全員「絶対もらってるだろうこれ」っていうふうにこう言ってたらやっぱあの <laughs> 赤旗も頑張ってですねやっぱり都知事選に影響を与えたいから日曜版のスクープとして「パーケン2問であるぞ!」っていうふうにいやーこう言って。 や,まあやり方はさ古巣の自民党で習ってるわけだからねそうよあの小池さんだってもともと自民党の人ですからねうんあの小泉チルドレンの資格ですからうん、うん、まあだから全然全く同じようにやってるだとしたら一体いくらぐらい手に入れてるんだっていうねいやこのえー、っと ちょっと赤旗日曜版に小池百合子都知事の政治資金パーティーをめぎり政治資金規正法違反の疑いが編集部の取材で浮上自民党の裏金事件で国民の怒りが広がる中で行われる東京都知事選挙、えー、7月7日投開票裏金事件をはじめとする政治とカネへの姿勢が問われます小池氏の疑惑は これまで日曜版が指摘した自民党のパーティーを巡る疑惑と同じ構図自民党と二人三脚で都知事を戦う小池氏の体質を示すものうんいや素晴らしいですねまあうんどうでしょうねっていう、ね、いやーでもこうやって出ることはよくないですか、うん、でこれだけでも痛いのになんかあの「週刊文春」って なんか小池ネタ少ねいなと思ってたじゃないですか、うん、本間さん。うん、そしたらこれはね、文芸春秋の方なんですよ。文芸春秋。そうね、月刊文春みたいなもんですね。で、これでどういうこと割れるびれることもなくホテルから銀の食器を何度もっていうふうにあの書いてるんですけど <laughs> あのヒルトンにいる父親に小池は会いに行くするとある日、白い大きな巾着袋のようなものを手に下げアパートに帰ってきた。 小池はその巾着袋をテーブルの上に置くと北原さん、これはあの、えー、<あ>女帝小池百合子、まあ、要するにですねあのガチャガチャと音を立てて巾着は四方に広がった中から現れたのはコーヒーパーカップ、皿、ナイフ、フォーク、シュガーポットっていうふうに書いて,て、まあ、要するて盗んでたっていう話なんですよ。で、<ー>この盗んでたっていう話自体は女帝小池百合子というね石井さんの本に書いてあるんですけども。 悪びれることなくホテルの備品を持ち帰ったんだと、ねえー、この告発された北原さんですけど小池さんと同居されたんですよねカイロ大学カイロにいた頃ね。でしばしば、あのー、カイロを訪れたのは父親の小池裕次郎さんで彼はいつもナイルのヒルトンホテルに宿泊しすると小池氏も父に会いにホテルへ行ったとで、えー、すると小池氏はあの巾着袋を持って北原さんのアパートに帰ってきてでその時に銀の食器を盗みまくってたっていう。 うん、で、これね、小池さん、あのー、でほんまかいなと思うけど、文春が実際にです、ねあの、これがあの盗んだものだっていうふうに写真まで載せてるんですけど、小池氏がホテルから持ち帰ってきた食器っていうふうに、いや、の食器ほんまに、うん、ほんまに,、うん、んまにで、父親とルールサービスを取り、食器をテーブルクロスごと包んで、まるまる持って帰ってきた。 <laughs> 小池氏は悪びれることなく北原さんにそう告げた。ででも確かにこれねヒルトンの真っ書いてんのよ、うん。なるほどな。で小池氏が日本に帰る時に置いていったらしいんですよね。じゃあなんで盗んできたんだっていう気もするんだけども。 で北原さんも処分に困ってカイロの銀そのまま置いていて手に取るとずしりと重く高級感のあるナイフとフォークは数十年の時が経ってもなお黒ずみながらも銀色に光っているうんこれヒルトンホテル見たらちょっとおごる怒ると思うんですけどおお <laughs> っといやすっごい、ねまあ、いろいろまあいるんだろうねこういう人は。<laughs> <laughs> じゃあ、ま、それが小池であるとい,ういやあの確かにホテルの備品盗んじゃう問題って今結構問題になっててなんか空気清浄機とかテレビまで持って帰るやつとかいるっていうねあのほんまかいなっていうさニュース見るけどえっ小池ごまなのっていういやーテレビ持って帰るとわざわざだから空のさそ<う>あれだよねトてきてドランクとか持ってきて。 すごいよねんまあなんか、ね、やりそうだもん、ね、いや,やっぱうまあまあ女帝に書いてたんですけどこうやってそのね実物の写真を改めてこの都知事選前に見せられると「わーって。っていうかあのヒルトン側にも確認と取ってみたいですよねこのマークこの食器類は本当に当時のエジプトで使っていたのかっていう。 まあ、それは本当なんだ。まあ、基本的に、北原さんが言ってることは本当なんだろうけ <laughs> <ー>そこまで言われても、うん、普通ならさ、泥棒呼ばわりされてるわけじゃん。<laughs> そうよ。おい、小けるか泥棒だ、おいって。って言われているのに、名誉毀損で裁判とか何も起こさない。いい起こさないどころか、一言も。触れない。 あのー、文句を言わないっていうさ、うん、すごいよねーーやっぱりよっぽど波風立てたくない、うんうん、っていうことでしょそういうことようん自らそれを話題にして、うん、あれしたくないっていうは <laughs> なかなかだよね、うん、女帝だからあれかもね この世のものはすべて私のものだから持ってきていいのよっていう風に思ってたのかもしれない。早くから。ジャイアンを超えましたね。俺のものは俺のもの。お前のものは俺のもの。これはあくまでやっぱり1対1の伸びたとの関係でそうなんですけど、女帝の場合は私のものは私のもの。世界のものは私のものみたいな感じ。マジでそうなんじゃないのこれっていう感じで見えるよね。なんかいいよ ど,どういうまあただねあの一応を、まあ、フォローになるのかならんのかえっ、ー、と盗人にも三部の利だけあのなんかそういう話がありますよねこれどういうことかというと小池さんこの頃大変貧乏でしたそうそうなのそうなのうん、うんうん、そうだよねすごい貧乏だっていうことでうん、うん、まあねんな銀の食器なんつったって別にいくらでも入って捨てるほど置いてあるんだから持ってきてもいいのよって。 多分あの思ってたんあのってじゃないでもその理屈でいうとコンビニはこんだけ廃棄されるぐらい弁当あるんだから1個ぐらいずつんでもいいだろうってことになっちゃいますから。まあでもほら大体さ、うん、まあねそれをかっ,かっぱらっちゃう人たちの理屈ってそんなもんだぜ、うんうん。いっぱいあんだからいいのよ1個ぐらいって。うん、すごいなぁ <laughs> 多分小池君はきっとそういう思考の持ち主だと思う。うん、でそれがいまだに続いていて、うん、いいのよ税金なんていっぱいあるんだから使っちゃえばっていうことでやってるんだよね。うん、まあそれがあのパーティー券やっぱり疑惑はあったんだね。うん。<あ>ねまあそうなんだよな。まあやっぱりやってるよね、そりゃね。だって小池さんが自民党だった頃って。 で、ま、あのー、小泉内閣。うん。二千年前後か。え、で、あ、第一次安倍内閣の時に防衛大臣やってますから。うん。あ、それがだから、二千、だから七年とか。 あのそれぐらいですんで,でそれから麻生内閣に代わって、まあ、お腹痛いで辞めた後に麻生さんが代わってんで野党転落という形になってそれからなんか希望の党だ排除しますだ発言だうんたらかんたら運動のこうのっていうふうになってしばらくうろうろしてたんだけども2016年に東京都知事でーすっていうふうにこうなったと。っていうか小池百合子のお父さんやっぱやばい人やね。うん、だってさお父さんの部屋の食器盗んでるわけでしょ <laughs> でお父さんがさ、おい、ゆり子やめろよ、じゃなくって、持ってけ、持ってけって、言う、ことま、あそれか。ああ、そうなんじゃないあるいはお父さんにも内緒で。でもなんか、毎回ゆり子来るたびに食器なくなるな、っていう方。まあ、やっぱり、お父さん、こう認めてたのかなやっぱり、あのー、親子2代の盗賊なんじゃないのうあまあ、お小池雄次郎さんっていうのはね、本当にやばい。 人でかな,なかなかね大変な人だ<ー>ねまあでもこれあの蓮、ー、舫にとっては追い風ですよねよくその、うん、裏金、ね、自民党とつながってる小池百合子っていうふうに言ってで国政と都政をごっちゃにしないでくださいとかっていうふうになんかたり顔で言う人多いじゃないですか <laughs> 国政と都政じゃなくって分断じゃなくて小池も裏金ちゃんっていうパーティー券ちゃんっていうあとはだから これがまあ赤旗なんで、うん、他者が追いかけるかどうかだよね。いや、追いかけないんじゃないの普通は追いかけない。うん、だから広がらない、うんうん。一部にしか広がらない。うん、だからこれがもうやっぱり2、3週間前だったら、うん、あの、時間がまだあるから、うん、他のメディアも追いかけたかもしれない。 えちょっと厳しいよねうんだけどまあ小池さんにねどこかの記者がですよ、ねえー「赤旗で報道されているパーティー券チケットのこの疑惑についてお答えください」「パーティー政治資金規正法の違反があるというふうに言われておりますが」っていうふうに言われたら。 パーティーの開催については、それぞれ法律にのった,った形で協評させていただいている、そのような形で公開もさせている戦いでございます。いや、あの政治資金規制法にあの違反はあるんですかないんですかイエスかノーでお答えください。一体どうなんでしょうかはい、私はこれまで政治のパーティーという形で開かせていただいております。その中では様々な方からご意見を伺うと同時にご協力もいただいている、そしてそれは法的にそっとって進めているということでございます。 それはイエスなんですかノーなんんでですすかかノーどっちなんですかさまざまな方々に協力をしていただいております <laughs> っていうことが流れるだけで結構ダメージじゃないですか。ねまあ,あね。うん、まあある一定の層には。<laughs> いいやこれ来ないかなか最近だってさこの舞台裏ばらして申し訳ないんですけどあのー、なんか今日声かけるあんま動けねえからネタねえなっていうふうにこう言ってたんですけどもうこういうのがやっぱりもうメディアももうちょっと頑張って「追求賞な何で赤旗だけこんなに頑張んのよ」。 まあね俺たちが静かだということはつまりネタがないということなんだけど、うん、探してないんだろうそれ,いそれぐらいでもやっぱりそれを小池が徹底しててさ、うんね、結局明日29日あ、うん、明日というか、まあ、今日28日に撮っているんですけど公開するのは29ですうんで29日はなんか北千住でね、うん、ね外凱旋するとでもその29日の凱旋までは、うん えーっとつまり平日は外旋やってないんだよね、前も先週の土日かな、うんにえー、八丈島行って、うんえー、あとどこだっけ、奥,奥多摩だっけ、うん、あっちのってっていう、うん、ほとんど人がいないとでろで、うん、で,で今回初めて、えー、投票日まであと1週間っていうところで、ようやく東京都内で遊説するという。うん でつまり露出がすごく少ないんで話題になりにくい。でまあでもそれでいいんだと小池は。とりあえず自民党と公明党いや推薦はもらってないとは言いつつ民党と公明党の票をもらってインファーの票プラスあと国民民主に連合までついてくるからさ。 別に黙っててもそれをついてくる。うん、うん。となると、もう遊説とか別にやんなくてもいいと。あとはとにかくこういう赤旗のこういう記事んがなんとか2週間の間に出なきゃいいなって思ってるとう。で、そういう戦略がはまってきたんださ。いやあれ分かったわ北。なんで北千住で遊説やるのかなと思ったん,うん、うん、あれは

明日は、えー、公務終了後選挙カーに乗車し江東区内を、えー、回していただきました昨日は、えー、公務終了後に江東区を回りでそんで、えー、29日は、えー、足立区の北千住で行きますとこれからも都民のために都民と共に小池入子街頭演説もっとよくなる東京大改革いやいや3.0言うてるけど1.0も2.0も何もできてへんやんけ。 みんな一緒じゃん。でもまあ結局とにかくできるだけネタコは起こさず、うんうん、だから話題も提供せず、うんえー、もうほんと今ある基礎表だけ固めておけば勝てるとあとはまあ無党派層はあのー、怒ると怖いけど、うん、ネタを提供しないで うん、寝たまんまになってくれてまああわよくば暑いから投票率も下がる下がってくれれば同、うんのってさそんな感じだと思うねこれねまあそこにこの赤旗の記事がどこまで拡散するか、うん、まあオリンピックでね仲悪かったあの森喜朗元首相がこのように言ってました「選挙に無関心な人は寝て,て寝ていてくれればいい」とねっ この森元首相2001年4月に退陣して1年余りの短命政権ねっ、えー、にも日本は神の国などの一連の問題発言がボディーブローのように聞いたとまあ何よりも愛媛丸のねあの時の対応もひどかったしすごいよね選挙に無関心な人は寝てくれていればいいんだ、まあ、多分小池百合子も同じことを思ってると思います、うん、おそらくそうだよね、うん、これねうん、うん まあもう本当、政党票だけかき集めれば勝てるかなみたいなふうん、に思ってるんじゃないかな。やで、まあ、電通にやっぱりこう毎年せっせと、あ電通から毎年せっせと、うん、あの企業献金,金ももちろんもらってるで、これ、金額は少ないけど、うん、どちらかというと、 なんかこの電通というところに関係値を密に持っておくでそれによって電通が小池百合子でいてくれた方がいいなっていうふうに、まあ、思わせる一つのまあ金額はもう全く大丈夫だけどまあね今なんかやっぱり巷でさであの 囁かれててるのはっていうか連邦陣営の方でささやかれてるのは、うん、あのー、やっぱりその民放のキー局のワイドショーでの連邦叩きがひどすぎるみたいなで,でも俺それはどうかなってそこまでひどいもんかなっていうやっぱりちょっとほら、うん、連邦ファンの人たちはさ、うん、どうしても連邦が何かで批判されるとキーってなるわけよ。 まあそれはあ蓮舫ファンだけじゃなくって石丸ファンもそうだしみんなそうだ、ね、玉上ファンもそうだしまあ基本的にちょっとでも批判されたらあのキーってそう、うん、なっちゃうねそれは。それでまあキー局だから、うん、キー局をコントロールするのは電通なんで、うん、だから電通と小雪はくっついてるんだあの三段論法みたいになってんだろうです。 必ずしも全く外れてはいないだろうけれども、うんうん、じゃあその都議選で、その都議選で、電通が小池のために、キー局にプレッシャーを与えてるってのは俺ないと思うよ。うん。はちょっとないと思う。だってそんな金額発注してないもん。電通に。48億円じゃ安いってことでも全然安いから。2年だししかも。まあ、あの、この2年だけ でね、うん、えなんですけど、まあ、せっかくなんでですねあのちょっと東京都議議会の議事録をチェックししてみました、うん、えこれですね即帰としてですね、えー、予算特別即帰というのがあってで、えー、ここにですね、えー、これは2024年の2月4日かな、えー、予算特別委員会即帰第2号のところにですね 午後6時55分、えー、会議っていうふうに書いてて結構遅くまでやってますね。うん、でこれ東京都議会の議事録なんですけどもでここの中にですねあの池川委員という方がいてですねこの池川雄一さんという都議がいるみたいなんですよ。で、えー、この池川雄一さんは日本共産党都議団共産党の方なのかな でこの人がですね、こういう質問をしているんですよね。企業団体献金がこれだけ問われているときに全面禁止という言えないというのはどうかと。で、えー、金の力で政治を動かそうとしているのが、やっぱり企業団体、パーケン様々ここが今厳しく問われているときに法に基づいてと言ったら、今の法律制度ではしょうがないという話になってしまうと。要するに、パーケンもらっているのが、今の法律だったら OK なの違うよねっていうふうに言ってるんですよ。で、それに対して、池川議員が、 委員があのパネルを示して2013年と14年に自由民主党東京第10選挙支部の収支報告書の写しだとちょっと小さくて申し訳ないんですけども代表者は小池百合子衆議院議員です都知事になったの2016年だからこの2年間13年と14年それぞれ20万円ずつ合計40万円株式会社電通から献金を受け取っていますこれは間違いないですね つまり自分の政治資金収支報告書に対してですね、証拠まで見せられて、ね、どうなんですかっていうふうに問われて、なんて答えたと思いますえ、記載するの忘れてましたってやつ違うんですよ。え。 遠くてよく見えませんけども突然のご指摘で確認はできませんが政治資金収支報告書には収支を記載して公表しているそれがその一つでありますいずれにしましてもこれまでも法に基づいて適切に対応しているということ先ほどからお答えしている通りでございます <laughs> 悪びれないねで、えー、池川委員があのこういうふうにこう言っています えー、この都,都議会の議事録に基づくとですね その後衆議院議員から知事となって五輪開催の開催都市の責任者となったわけです電通というのは言うまでもなく五輪談合の当事者です私は過去のことだから問題ないというふうにはならないと思う経済的に圧倒的な力のある企業が献金するということは金の力で政治を歪める主権者である一人一人の国民の参政権を侵害することになる日本共産党は金の力で政治を歪める企業団体献金を全面禁止するとそのために力を尽くしていきたい次にプロジェクションマッピングについて伺いたいと思う都庁 テロシアマッピングに税金の物遣いという批判の声が上がっています都政がやるべきは暮らしを照らすということだ先ほど自民党の川松時も批判の声が多いと都民の理解が大事だというふうにご質問されましたプロジェクションマッピング事業全体の今年度の来年度の予算額は一体どうなってるんですかって小池に質問してるはずなのになぜか、えー、産業労働局長が出てきて勝手に喋って小池はかたかあ、まあお前答えないどくさんやってるって言うんですよ んなんこれっていうねえほんとひどい話よなんでえっ、ー、とまあ赤旗もこの辺りからずっとチクチク追いかけてたんですねうん、うんうん、なるほど、ね、まあまあ,あ小池としては別にパーティー開いて。 金集めるのは何が悪いんだだって世耕と同じぐらいいの考えだろいやーそうなんよ、うんまあちなみに小池さんに対してですね「あの企業団体献金」ねここももうあのきちんと、えっと、紹介しメディア紹介した方がいいと思うんですけど池川議員が「裏金、ね、企業献金パーティー券はあの廃止した方がいいと思う」というふうにこう言って。 小池知事はパーティー券を含めた企業団体献金を廃止するのかそれと存続するのかどちらの立場ですかって聞いてるんですよ。廃止するのか継続するのかどっちかですかなんて答えると思いますか <laughs> まあ廃止するにせよ、えー、継続するにせよそれはあのさまざまなご意見がいろいろと終わりと思いますのでまあさまざまなご意見を聞いて、えー、まあそのうちに判断いたしていく所存でございます。それもうねあの小池離子濃度1%です100%小池を答えます。 <laughs> まず政治資金につきましては法に基づいて適切に対応するべきことということはもうあの言うまでもございませんその上で重要なことは現場の最前線で活躍する企業や団体としがらみのない政治活動を行うということでございまして過去にもそのようにお答えさせていただいておりますそうして私自身こうした考えのもとで都政に慢心していたきなき何言うてんねんって、うん、で池川議員が委員が 今、私の質問にきちんとお答えいただけなかったと思うんですけど、パーティー券の購入を含めた企業団体献金については廃止すべきだっていう立場なんですかやめるべきだ、禁止するべきだ、企業団体献金は全面禁止するべきだということなんですか小池知事、繰り返しになりますけど、法に基づいて適切に対応するべきこと、これは言うまでもなく、また、その上で重要なのは現場の最前線で活躍する企業や、また団体組織としがらみのない政治家です。なんだ、お前はっていう。 でも池川議員まだ頑張るつまり今の法律は企業団体権利政党本部と支部と政治資金パーティーについては認められているんですねこのままではいいということなんですかそれともここは変えた方がいいということ今のだとちょっとよくわからないんですけどどっちなんですか何度もお答えしておりますけど法律に基づいて適切に対応するということでございますすごいよねもうねなんともすごいよねこのやりとりを あのテレビで放映するだけで小池人気落ちるって <laughs>、うん、しかもこれ公開情報だからで多分 YouTube で議事録のあの動画問答してるとこあると思うよなんなんだこれはすごいよなあ本当。まあそれでもやっぱりみんなねキー局とかそんなやらないし、うん、基本的にはやらない すごいなあまあこういうことが行われていて小池にも疑いがかかってでえー、と女帝小池恵子にあの銀の借金盗んでたよっていうことが改めて書かれ果たして一体どうなるのかねええー、これはあとこれ公開してもう1週間ちょっとどこまで選挙活動に影響があるのか。 ちょっと非常に興味があるところではございますけどもまたねあの取り上げていきたいなというふうに思いますそれでは今日も読書チャンネル登録といいねよろしくじゃあねはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですねで本も広告がされません皆様の乾杯がないと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいのでぜひ本間さんの本を買ったり乾杯よろしくお願いします 現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく今日もダクショー。それでは。